無敵の人たちが団結していろいろやらかすことってありそう。今は個人プレーの無敵の人がニュースになるけど。日本はそんなに多くないと思うんですけど、たまにあるんですよね。なんかネット上でその知り合った人たちでなんか犯罪をしましたみたいなニュースがたまにあるので、そういう意味でないとは言い切れないんですけど、他の国より少ない気がします。